タミヤ製1700スケール春雨1700はスケールモデルで使用される縮尺の一つである。感染模型では標準スケールとして用いられ、感染以外でも建築物やキャラクターモデルの一部などで使用されている。本校では1700の感染のプラモデルについて主に述べる。1700は 日本のプラモデルメーカー4社が共同して開発した、感染のプラモデル、ウォーターラインシリーズが採用したことにより、一般化したスケールであるが、現在では、世界の多くのメーカーから1、700のプラモデルや、ガレージキットが発売されている。1、700でモデル化されているのは感染及び感染と、組み合わせることを前提とした、航空機、軍用車両、建造物等と、 感染用アクセサリーパーツが主であるが、城などの建築物や、アニメや特撮作品に登場するメカなどの一部にも、1、700でモデル化されているものがある。禁止のスケールとして1、720があり、感染モデルに採用しているメーカーも存在するが、現在では新規の製品開発はほとんど行われていない。ウォーターラインシリーズ開始以前、海外では、 LL が1、400、フロッグ、レンオールが1、500、エアフィックス、オーロラが1、600で感染のキットを作っていたが、その他のメーカーでは、製品の長さを統一する、いわゆる箱スケールが普通であり、1、700で作られたキットはなく、標準スケールと言われるものもない状態であった。そのような中、レベルは1967年より、 新たに1、720統一スケールで感染キットの販売を開始し、1971年のウォーターラインシリーズ開始時にはすでに9点のキットを発売していたが、追従するメーカーはなく、一社のみの企画に止まっていた。日本国内では、ウォーターラインシリーズ以前にも1、700スケールのキットは存在し、丸3、今井、3は等から、戦艦、空母、 従順洋艦などのキットが販売されており、ウォーターラインシリーズに参加する富士見からも、空母大砲のモーターライズキットが発売されていた。また、厚み産業からは、ウォーターラインシリーズに先駆けて、連合艦隊を網羅すべく1000スケールのキットが発売されていたが、同系艦の際や、 年代による変化を再現するためには1、1000では小さすぎたため、ウォーターラインシリーズには作りやすさとコレクション性のバランスの取れた1、700スケールが採用された。ウォーターラインシリーズは4社共同企画ということもあり、1971年の開始後順調にキット数を増やしていったが、他に追随するメーカーはなく、1、700は、 国内だけの企画という位置づけであった。そのような中、1970年代後半になって、新たに3つのメーカーが、感染モデルの発売を開始した。一つは、イギリスのマッチボックスであり、1977年に、1、700の、感染キットの販売を開始した。同じく1977年には、日本のグリーンマックスも1、700の、 感染キットの販売を開始し、現在まで続くスカイウェーブシリーズとなった。これにより1、700スケールは世界標準に近づいたが、1978年に感染キットの販売を開始したイタリアのイタリリはスケールに1、720を採用した。イタリリは日本国外のメーカーとしては最も早い時期に1、35の戦車を発売し、 日本初の1、35スケールのデファクトスタンダード化に貢献したメーカーだけに感染キットにレベルと同じ1、720を採用したのは皮肉であるがこれによりその後しばらく1、700と1、720の近似スケールが並存することとなったレベルの製品は古く製作には手間もかかるためそれほどではなかったものの イタレリの新キットが1、700でないことを残念に思うウォーターラインシリーズのファンは当時少なくなかった。1、700と1、720の関係に決着がついたのは1980年代後半である。当時すでにキット数では圧倒的な差がついていた上、1988年に海外2番目のメーカーとして香港のドラゴンモデルズが1。 700のキットの販売を開始し、その後徐々に、海外でも1、700のキットを販売するメーカーが増えていった。これまでに1、700、または、その近似スケールのプラモデルを発売したことのある、主なメーカーを下記に示す。ありがとうございます。